前提の確認です。その知識はゼロですっていう時。ミノチャンネル。ザ話し方向上委員会ミノチャンネルでございます。今日のテーマはしどろもどろにならない話し方をお届けをします。なんで急にこんなことを言い出したかと。しどろもどろになっちゃう、そんな場面ですよね。これはね、こんなお問い合わせいただいたんです。これセミナーに申し込んでいただいた受講生の方なんですけども、プレッシャーに弱く、さまざまなことに余裕を持って臨めず、突っ込まれると次の言葉が出てこなくなり、自身の意見をはっきり伝えることが難しく、伝えたとしても伝えるまでに勇気を要するため、いつも疲れてしまいますと。セミナーを通じて何とか成長できればと思っておりますという、セミナーを申し込み時に、ね、コメントいただいたんですけれども、まさにこうプレッシャーとかかかって余裕がなくてしどろもどろになってしまうと、言いたいことが言えなくなってくると、ここまで出てるんだけどなんか言葉にならないと、ああこうこうなっちゃうケースってことですよね。これはね、ぜひ安心していただきたい。なぜかというと、話し方トレーニングしてる我々講師の方、今全国に100人ぐらいいらっしゃるんですけども、この講師だってしどろもどろになります。もちろん私もです。じゃあなんでこうやって話すことをお仕事にしているか、トレーニングを指導できているかというと、しどろもどろになるのは分かってるんです。それに対してのやっぱり原因と対策が見えてるんですね。しどろもどろになるケースっていうのが分かっていて、それをなくすためにどうすればいいのかっていうのが明確になってるので、アクションを起こせるんですね。で、アクションを起こしているうちにしどろもどろにならなくなってくるということなんですよ。で、今日はそれを皆さんに明確にお伝えをしてまいります。どうもね、こうなんか話そうとするときしどろもどろになってしまうとか、特にあれじゃないですかね、急に質問されたときとか、分かんないことを聞かれたときとか、あとなんか具合の悪いことを言わなきゃいけないとか、知らないことを喋んなきゃいけないとか、こういうときしどろもどろになりやすいですよね。そんなケースがある方はぜひご自身の事例をイメージしながら今日のお話を聞いてみてください。おそらくストンとね、腹に落ちる瞬間があると思います。ぜひ明日から実践してみていただけると嬉しいです。しどろもどろになるケースっていうのが大きくですね、3つあるんです。これは受講生の声をいろいろ拾ってくると集約されるなっていうのが分かってきた。何かというと、しどろもどろになるケース1つ目、これは空っぽの状態っていうことなんです。例えば誰かに何か聞かれた、それに対して答えようにも何にもない、答えれるものが何にもないっていう状態、要するにゼロ回答ってやつです。例えば今日もね、サポートしていただいて平山さん、車好きですけどね、僕ね、あんまり車全然詳しくないんですけど、例えば平山さんからですね、エクストレイル好きですかって聞かれたら、僕はね、あえっていう感じなんですよ。車全然知らないの で、なんか先日おっしゃってましたよね、なんか日産かなんかの車なんですよね、はい、でエクストレイル好きですかって言われても僕の中ではゼロ回答で、これ無理やり答えると思ったらしどろもどろになるわけですよ。例えばね、じゃあ僕上司だとするじゃないですか、平山君、今回はね、アジャイル方式、ウォーターフォール方式、どっちかで行こうと思ってるんだけどね、今回はアジャイル方式で行こうと思ってるんだ。ああってなりますよね。これアジャイルってなんだと、ウォーターフォール何それと。で、空っぽの状態の時に何か無理やり答えようと思っても、ああってなりますよね、しどろもどろになると。だから3つケースがありますよと。1つ目は空っぽの状態、これはしどろもどろになりやすいですよ、これはなんとなく分かりますよね。2つ目は何かというと、あるけど言えないっていうパターンなんですよ。さっきは空っぽでしたよね。でも今回は明確にあるんです。あるんですけど、言っちゃうと喧嘩になるとか、変な空気になってしまうとか、怒られそうだと。あるんだけど言えない、こういうケースあるんですよ。さっきのがね、頭が真っ白であれば、今回は真っ黒ですね。真っ黒ってちょっと表現あるのかな。でも言いたいことはある。どんな時かといえば、例えば何ですかね、その部長がなんか親父ギャグ言ったと。その時に、部長、さっきの親父ギャグつまらないです、すごく皆さん不機嫌な顔されてましたっていきなり部長にね言ったら、なんだ君はみたいなね、関係性があればいいと思うんですけど、突然こんなこと言ったら怒られるかもしれないし、逆にね、上司の方がね、平山君、営業はガッツと根性だよ、やっぱりね、気合でね、訪問しまくるのがね、今の主流なんだって言われた時に、言いたいことありません？今はそんな時代じゃないとか言いたくなりますよね。もうこれだけハイテクの時代で気合と根性かと。でもそれストレートに言ったら、なんかちょっとバトルになりそうじゃないですか。だからあるんです、あるんだけど言えない、それを無理やり言おうとするときはしどろもどろになりやすいですよって、このパターンもあるわけですよ。さあ、1つ目はね、真っ白空っぽのケース、2つ目が言いたいことあるけど言えないってことですね。じゃあ3つ目最後いきますよ。まだあんのと。あるんですよ。3つはね、ぼやけているケース、なんとなくぼやーっとあるんですよ、言いたいことが。さっきみたいに明確に親父ギャグ作品ですじゃないんですよ。でもなんとなくぼやーっと言いたいことあるんだけど、何か言葉にならない、
これぼやけてるケース、1個目が白、2つ目が黒であれば今回はグレーと思ってもらっていいんですね。なんかぼやけてるんですよ。ああ言葉にあるんだけどな、ここまで出てきてるんだけどみたいな形ですよね。こういう時も無理やり喋ろうとするとやっぱりそれもそれはあってしどろもどろになるということなんです。さあ、しどろもどろになる、原因というのケースって3つあるよということをお伝えをしました。空っぽになる状態、もしくはあるんだけど言えない状態、そして3つ目がぼやけてる状態と。さあ皆さん、どれが一番多そうですか？全部ありそうですか？それともなんか1個目とか2個目とか3個目が多いとかってあるかもしれないですよね。うちの上司はあれなんでよく私は2個目が多いんですとかね、あるかもしれません。いや言葉にするのが苦手なんで本当に3番目ですとかね。で、その3つケースがあるよと。じゃあ次は対策ってことになりますよね。具体的にどうアプローチをしていけばいいかっていうお話です。さあ対策もドバッといきますよ。じゃあ1つ目、空っぽ、真っ白な状態、聞かれたこと何にも答えられない、その知識はゼロですっていう時、これは対策、前提の確認です。って当たり前じゃんと思われるかもしれないですけど、そうなんて当たり前なんです。何を聞かれてるかっていうこの前提を確認する必要がある。答えるのは全然その後ということなんです。だからエクストレイル好きですかって聞かれたと、すいませんエクストレイルって何ですかってこの前提の確認が必要になってくる。そうすると多分車なんですよ、あ車なんですか、どんな車なんですか、いや日産のこういう車なんです、あこういう車ですか、そういう車だったら私好きですって答えられるわけですよね。今回はアジャイル方式で頼むと、アジャイル方式ですか、はい、アジャイル方式とは何ですかと、この確認を、前提を確認していく必要があると。アジャイル方式っていうのはね、あれでは作り込む前にもうちょっとずつ小出ししながら、もうちょっとずつブラッシュアップしながらやっていく方式のシステム開発では分かるだろうみたいなね、あそうなんですねみたいな、そういう、こう前提の確認をするということなんです。でこう聞けばですね、当たり前だなと思われますよね、普通なんですけれども、何か聞かれた時に頭が真っ白だやばいっていうのが先行すると、無理やりでもその何かを喋んなきゃいけないってなるわけですよ、ね、それがドツボにはまってしまう。だってないものはない、ゼロ回答ですから、ない袖は触れないわけです。なので改めて今日お伝えしているのは、空っぽの時、何も言うことがない時は前提を確認していきましょうっていうことが対策になります。さあ2つ目ですね、あるんだけど言えない、こう黒のケースですね。言いたいことは明確にある、それは対策何か、適切な前置きになります。部長こんなこと言ったら大変失礼かもしれませんけれども、先ほどの親父ギャグ、あれはちょっといただけなかったと思いますね、皆さんかなり引いてましたで前置きをちゃんと入れてくれればね、そうなの、どの辺だかみたいなね、ちょっとこう入りやすいですよね。適正な前置きを入れていただくだけでちょっとバトルにはなりにくいっていうことですよ。営業はねやっぱ気合と根性だよなんて言われた時も、部長確かにそうですね、気合と根性大事だと思います。一方でですね、これだけ今テクノロジーも発達してるので、インターネットを駆使しながらぜひどんどん展開していきたいと思うんです。一方でみたいなね、相手のことを裁かない、適切に前置きをストンと置いて、それからはっきり言っていくという適切な前置き、これがあるんだけど言えない時に使うパターンです。さあ最後、ぼやけてるケース、グレーなケースですね。もやっとしてる場合、これはどうするか、これは具体化ということです。ぼやっとしてるってことは何かあるってことですよ、印象あるってことです、何とか言いたいけどそれが明確になってないってことですよね。で人間面白いんですよ、これぼやっとしてる場合でも具体的にはっていうワンフレーズを使うと具体的なものを発しようとするんです。例えばですね、私はリモートワークがいいと思ってます、なぜならばリモートワークがいいからです、これ何も言ってないというねもやっとしてるけど、なんか堂々と言ってるけど何も言ってないみたいなね、これを堂々と言う方いらっしゃらないと思うんですけど、なんか急に聞かれた時にね、いや私はリモートワーク賛成です、なぜならリモートはいいと思うからですみたいな、何も言ってるようで何ももやっとしてますよね。その時にリモートワークはいいと思います、具体的にはって言ってみていただきたいです。そうすると何か出てくると思いません、ね、例えば移動がいらないとか、すぐに使えそうだとか。面白いのはね、具体的にはっていうと具体的なものを言おうとする、これは、心理学で認知的不協和って言いますけれども、人間は矛盾とかあると気持ちが悪いんですよ。認知的不協和なんて言うとね、難しい単語になるかもしれませんけども、認知がなんか気持ち悪いって不協和を感じるってことなんです。で具体的にはって言ってるのに具体的なことを言わないと気持ちが悪いんです。だから具体的にはって口走ると具体的なことを言おうとするんです。これ本当に面白いですよ、やってみてください。一貫性の法則って言ってもいいかもしれないですよね。やるぞって言ったら必ずそれやらないと気持ちが悪いですよね。不協和っていうのは人間嫌なんですよ。これを置き換えてみて、具体的にはと発してみる、アジャイル方式がいいと思います。具体的にはって言っちゃうと、まだ何もなかったともやっとしてたとしても具体的なことを語ろうとしますよ。具体的にはやっぱり今の世の中ニーズが激しく変わる中で、たっぷり時間をつけて設計してドンとスタートするよりは、お客様のニーズを汲み取りながらちょっとずつやるアジャイル方式の方が絶対ヒットすると思うんです、みたいな形で。具体的にはっていうと
何かこう出てくると、不協和を解消しようとするっていうことですよね。面白いですよね。皆さんもね、部長からね、営業の具体策が3つあります。努力、根性、義理人情です。なんてドヤ顔で言われたら、えってなりますよね。多分そんなこと言う方いらっしゃらないと思います。具体策って言ったら、具体策を語らなきゃいけないっていうマインドになるんですよ。だから、おそらく見込み顧客をこのようにして増やすとか、商談の最初はヒアリングに30分時間をかけるとか、提案は2回かけて行うとか、具体策って言ってるんだから具体的なものを並べる必要がある。こうもやっとしている時っていうのは、具体的にっていうのを使ってみてください。そして 2,3 秒考えてもいいんじゃないですか。具体的にはって言ってまだ出てこなかったら、ちょっとだけお時間いただいてもいいですかって、こういうのもありじゃないですか。とにかく具体なものを絞ろうとすると、それがもやっとしたものが言語化される、グレーがですね、はっきりしてくるということでございます。さあ、今日お伝えしたのはしどろもどろにならない話し方、3つ対策をお伝えをしてまいりました。まあ、こうお話しするとね、あ、なんとなくそうかなと、あ、やってみようかなってあるかもしれませんけど、まあ、実際これはね、現場になってリアルの場面で出ようと思うと、やっぱりしどろもどろになっちゃうよなって、これもしょうがないんですよ。なので一番いいのはですね、そのケースを応じて、まあ、実践何回もやってみるっていうこと、言語化だったら言語化をしてみるということ、この回数が多ければ多いほど腕が上がります。ぜひ概要欄チェックしていただくと、月に150本我々伝わる話し方セミナーやってます。こういう練習をね、どんどんやっていくわけですよ。面白いです。あーちゃーとか、失敗したとか、うまくいったとかね、うまくいっただけでこれ成功体験積み上がっていきます。そうするとものすごい自信になりますので、ぜひ概要欄チェックいただいて、開催されている伝わる話し方セミナー、どれにしようかなって見てみてください。それではまたお会いしましょう。じゃあ。